U-12 ジュニアサッカーワールドチャレンジは12歳以下の小学生を対象にした11人制のサッカー大会である。主催は株式会社アメージング、スポーツラボジャパン、公益財団法人東京都サッカー協会、一般社団法人大阪府サッカー協会。2018年大会でモーストインプレッシブチームに選ばれたビッセル神戸 U-12、 毎年8月下旬に開催されている。本大会は世界最高レベルの育成機関式を持つ欧州競合クラブの株組織を招き、日本の子供や指導者たちに世界を体験してもらうことを目的に2013年に初めて開催された。これまでスペインの FC、バルセロナ、RCD エスパニョール、イタリアの AC ミラン、イングランドのリバプール FC、 マンチェスターシティ FC、アーセナル FC などが参加。日本から出場するのは、主に J リーグの下部組織である。2014年の第2回大会から、町クラブチーム枠が設けられ、抽選で選ばれた一般クラブチームが参加するようになった。それに伴い、参加チーム数が12チームから16チームに増加している。2017年の第5回大会には、 過去最多となる海外5チームが参加し、また街クラブ枠も増え合計24チームで開催された。2018年の第6回大会からは会場を東京から大阪に移して開催された。また、今大会からラリーガと提携が開始。モーストインプレッシブチームに選ばれたチームには、スペイン最高峰の大会当によ、インテルナショナルラリーガプロミシーズへの参加権を、 与えられることになった。2018年大会のグループステージの試合、FC バルセロナ対ガンバ大阪ジュニア参加希望クラブの増加により、2016年大会より、J リーグ下部組織チームの予選を行っている。2016年は、東日本予選に参加した15チーム中6チーム、西日本予選に参加した7チーム中3チームが、本大会出場を決めた。 2017年は東日本予選に参加した20チーム中7チーム、西日本予選参加した8チーム中2チームが本大会に出場している。2017年大会からはアメリカが州国カリフォルニア州で北米予選が開催された。メジャーリーグサッカーの下部組織を中心に16チームが予選に参加し、 優勝したパテアドーレス、クラブティフアナが本大会に出場している。一人でも多くの日本の子供に海外トップチームとの試合を経験してもらうため、2014年大会より町クラブ枠を設けている。当初参加クラブは抽選で選んでいたが、2017年大会からは全国5カ所で予選を行い開格地域の優勝チームを本大会に招いている。 また2016年大会からは新たに待ち、クラブセレクションを開催。ここで選ばれた子供たちが2チームに振り分けられ、海外チームとのエキシビジョンマッチでプレーする。2016年大会の MVP を獲得した、アドリアカップデビラ2013年、エリック・ガルシア・マルトレット2014年、パブロ・モレノ2015年、 オサダユウキ2016年、アドリアカップデビラ2017年、マルク・ボンバルド・ポヤト2018年、マイルス・ルイス・スケリー2013年、アンス・マネー・ファティ、ポール・グラッツェル2014年、大沢智成2015年、ペラス・ルイス・マルク2016年、南の春香会2017年、寺沢浩平、今西優、石井休憩2018年、杉浦春割れ2013年、FC バルセロナ、 リバプール FC、チョンブリー FC2014 年、FC バルセロナ、AC ミラン、アシオップアパチンティ2015年、FC バルセロナ、RCD エスパニョール、デポルティーボカミオネーロス、U-12 ベトナム代表2016年、FC バルセロナ、マンチェスターシティ FC2017 年、FC バルセロナ、アーセナル FC、公衆浮力俗級クラブ、ダニーデンテクニカル、 パテアドーレス2018年 FC バルセロナアーセナル FC クラブティフアナ中国サッカー協会 U-12 選抜浮力サッカー学校 U-12 選抜2016年大会の決勝戦終了後大宮アルディージャの選手たちを慰める FC バルセロナの選手たち2018年大会の決勝戦が終わった後 FC バルセロナのインファンティルビーは ビッセル神戸のアンドレスイニエスタを訪問大会優勝を報告したグループステージのダイジェスト準々決勝、準位決定戦、準決勝、3位決定戦、決勝戦がスカパー、およびスカパー、オンデマンドで無料放送されている。ありがとうございます。